なんなんだこいつら。知らない、どういうことだ。なんで羅刹が昼間外をうろついてんだよ。俺が知るか。こいつらは俺が連れてきたんじゃねえよ。こんなもん作れる奴は俺が知ってる限り一人しかいねえ。なんで、あんたが何を考えてこんな連中を連れてやがる。コード。こんな連中とはご挨拶だな。羅刹は人を超えた種になれるはずだ。ああ、ついに克服させたのだ。日の光の下活動できる新たなる種。この羅刹隊があれば雪村家最高の夢ではない。あんたがこいつらを作ったのか。コード、貴様、新たな鬼の時代の到来だ。てか待ってください。あなたは。やっと会えたね、千鶴。雪村君、知り合いなのか。はい、前に都で。でも薫さん、その姿はどうしてここに。そうか、起きたから何も聞いていないんだね。これが俺の本来の姿。性別を偽ったのも、今日ここに来たのも、全ては唯一の目的のため。そう、妹を救うために来た。妹。お前のことだよ、千鶴。この顔だけでは信じられないか。ならばこの刀を証としよう。俺の大通錬はお前の小通錬と対になる刀。これが雪村家に代々伝わる刀だということはお前も承知しているはず。でも私、父様は何も。父様か。コードは俺たちの実の父親ではない。くそ、化け物だ。切っても切ってもキリがねえぞ。新たな鬼の到来だと。こんな化け物が平然とカップするようになったら日本はおしまいだぜ。新た、一時休戦だ。このまがい者どもを片付けるぞ。
依存はねえぜ。鬼の一族である雪村家が倒幕の誘いを断って人間に滅ぼされた折、お前は分家だった行動のもとにかくまわれた。その時俺は土佐の南雲家に連れ去られ、俺たちは離れ離れになってしまった。俺は今ね、行動のおじさんと雪村の家を再興しようとしてるんだ。おじさんが改良した落ち水を使えば弱点を克服した羅刹体が作れる。彼らを使って人間を滅ぼし鬼の世を作るのさ。今頃お前の仲間だった奴らは全滅してるかもしれないね。なんですって、近藤さん。雪村君、逃げなさい。そんな、ダメです。いいから早く。俺と千鶴の邪魔をする奴は容赦しないよ、たとえ新選組の局長であろうとね。てえ、近藤さん。これで分かっただろう、お前を守れるのは俺だけだ。さあ一緒に行こう、千鶴。さあ。千鶴。やめてください、カオルさん。私約束したんです、近藤さんを守って生き抜くと。たとえ兄弟だとしても私戦います。お前は血を分けた兄に刃を向けるのか。そこをどいてください、カオルさん。俺がどれだけお前を探し求めたか、千鶴。お前を愛してどれだけ。なのにお前は、お前は鬼の一族よりも人間をかばうというのか。もう一度だけ言う、千鶴。俺と一緒に行こう。行けません、私約束したんです。分かった、ならばいっそ、いっそ俺の手で。君もしつこいよね。お前もな、起きた。こんな日の下で頑張るじゃないか。相当辛いはずだ。だからさっさと君を切るしかないね。なあ原田、俺がまがい者どもを引きつけてお前らの逃げ道を作ってやるってのはどうだ。だが、それじゃお前が。てめえらひ弱な人間と一緒にすんな。こんななり損ないに食い殺されるほど黙っちゃいねえ。おー、一発、みんな引くぞ。行け。だよね、落ち水じゃ老害は治らないって。千鶴、見るがいい。弱者はこうして切り捨てられるしかないんだよ。沖田さん。
そうぜ。やめてカサマ、近く鬼の誇りを忘れ、雪村の名を汚す真似は許さん。どうしてお前だけ。カオル、聞かされたであろうが、コードが薩摩藩を離れ、鬼の一族として道を外れた。奴も切らねばならぬ。血のつながりがなくても父は父です。羅刹を使って人間を滅ぼすなんて許されることじゃない。でも私が話せば過ちに気づいてくれるかもしれません。お願いします。いいだろう、お前に少し時間をやろう。ありがとうございます。忘れるな、鬼は必ず約束を守る。貴様も鬼の誇りを持って果たせ。それから私たちは、なんとか江戸へと落ち延びた。甲府での敗戦後、新選組は旗本屋敷に身を寄せていた。あ、もう飲んでんのかよ。これだからおっさんは。うるせえ。飲まずにやってられっか。三男さんも、一杯やりませんか。ええ。俺には聞かねえのかよ。お子様にはまだ早いからな。なんだと？たく、今日も近藤さんいないんだ。局長ともなると、お偉方と今後のことを相談したり、大使を集めたり、いろいろやることがあるんだろ。集めりゃいいってもんでもねえだろ。無駄に死なせちまっちゃ意味がねえなあ、斎藤。しょうがねえだろ。近藤さんが新政府軍相手に指揮を取ったのはあれが初めてだ。最初から何もかもうまくいくわけねえだろうが。ろくな訓練積んでねえ大使を何百人集めても同じだ。昼まで動ける羅刹と戦えるわけがねえ。昼間も動ける羅刹。ったく、近藤さん、なんであんな化け物を作っちまったんだろうな。千鶴。すみません。何謝ってんだよ。気にすんのって。千鶴のせいじゃないんだからさ。なあ、千鶴。よ、それで
ここんとこ一人で出かけてたのか。はい、でも結局心当たりがあるのは父様と暮らしていたさっきの家くらいで。お前も大変だな。よく考えたら私、父様のこと何も知らなくて、会って話したいことたくさんあるのに。よし、じゃあ久しぶりに団子でも食うか。え？前にもこんなことあったな。今日の街でおせんが訪ねてきて、少し前のことなのに、あの頃が遠い昔みてえだ。はい。沖田さん。よ、どうだ調子は。あれ、珍しいね、佐野さんまで来るなんて。そこでうまそうな団子を見つけてな、買ってきたんだ。へえ、明日は雨でも降るのかな。んだよ、せっかく見舞いに来てやったのによ、ありがたく食え。本当は団子が目当てでついてきただけだったりして。大丈夫ですか沖田さん。そんなに心配しなくても大丈夫だよ。ほら、憎まれっ子世にはばかるって言うからね。はい。はいって、そこは否定するところ。え、あ、ごめんなさい。なんですか。いや、いいから、千鶴、お茶を頼むわ。はい。近藤さん、元気なの？どうかな。あれから俺もきちんと会ってなくてな。そう。じゃあ沖田さん、また来ますね。新八さんにもよろしく。ああ、局長。局長。局長、ご無事で何よりです。近藤さん、俺行って話してえことがあるんだ。いいか。うん、どうした長倉君、改まって。腹を割って話し合いてんだ、場所を変えよう。お前もか、原田。ああ、新八がそのつもりなら俺も行くことになるだろうな。そうか。世話になったな、千鶴ちゃん。本当に行っちゃうんですか。ああ。平助君、平助君呼んできます。あいつになら挨拶は済ませたよ。今頃ふてくされて寝てるだろうよ。どうしても離隊しないといけないんですか。まあ、いろいろあるんだけどな。俺は近藤さんとか土方さんみたいに侍になりてえって思ったわけじゃねえからさ。自分が選んだわけでもねえ殿様に命がけで尽くすってのはどうしても性に合わねえ。あの時ああしてりゃよかったなって思うのだけは絶対嫌なんだ。組長。斎藤、お前はここにずっと残るつもりなのか。俺にはここでまだ
なすべきことがある。そうか千鶴、守ってやりたかったが途中で放り出すみたいですまないな。原田さん、そんな顔すんなよ。笑う角には笑えません。こんな時に、こんな時こそ笑えよ。大丈夫だ、お前のことはあの人が守ってくれる。それに忘れるなよ、これからだって俺たちは同じ空の下どこかで一緒に戦ってるんだからな。おう、薩長の連中と戦い続けるのは変わらねえ。これが最後の別れじゃねえんだ。じゃあそろそろ行くからよ。お二人ともお元気で。千鶴もな。お前が行くことはない。俺が相手の本陣に行こう。何言ってんだ近藤さん。もう決めたことだ。ふざけんじゃねえ。ならばこれは命令だ。